ざっす。今日はね、風がね、爆風超強いで、ね、なんかどこも全然良くないっていうか、煽られちゃって良くないけど、まあ、どっかで探しできるかな。で、CS のね、ラウンド2かの残りが多分ね、もうあと10分20分ぐらいでスタートするからね、ちょっと見てから行こうかな。波はあるんだよね、でもサイズ上がってこんな感じで、まだ寝起きなんでパターンもあってないです。おはようございます。今朝ごはん食べて、ひろと君の YouTube 見ながら食べてます。マフィンとバナナと、うん、あとなんか買ってきたヨーグルトと、うん、このわかんないやつ、グラノーラバー、はい、グラノーラの固まったやつみたいなやつです。おはようございます。試合ですね、今日は。試合です。どうですか、意気込みは。緊張するけど、あ、ポテト飛んじゃった。めっちゃ緊張するけど、頑張ってください、はい、見てます、応援してます。ありがとうございます。でかっ、超ちっちゃいのもいる。あれかな、あれかな、ね、あるんだけなのかな。アメリカから来るの。そう、あ、そっかそっか、カリフォルニア。そっかそっか、ああ、そうですね。ハワイ用の板がようやく届きました。はい、届きました。3本来ると思ってたけど4本入ってました。それが多分誰か使った感じのね、うんうん、そう、結構ボリュームも多いって聞いてたから乗れるか心配だったんですけど、実際持ってみたら意外と全然乗れそうで良かったです。良かった。天気悪悪いね、天気。なんか最近ちょっと寒くて、ね、雨もすごい降って風も強いみたいな感じの日が続いて、ね、そうそう、風がね強いんだよね、ずっと、うん、予報でもこうあと何日か結構強そうだから、うん、波はあるんだけどね。波あるね。横をさっそうと抜けてかアノンちゃん。と思ったらめっちゃ太陽が。今日はパラソルで撮影です。ベルジーいつも結構人いるのに全然いなくて、できそう。やっぱね、ちょっとサイズあってうねりがばらけてるから結構ワイドなやつも来るし、モヤモヤしてるけど、でも全然ね、形になれば結構コンパクトでパキンって張ってて、まあでもピークで頭オーバーぐらいかな。肩の中膜とか肩、頭ぐらいの全然楽しそうな感じでできそうだから、なんかね、雨が降ったり止んだりで大変そうですけど、お願いします。はい、じゃあ練習してきます。いってらっしゃい。
意外と疲れた。お疲れ。パドルがカレントがめっちゃ強くてね、ずっとパドルしてた。雨もね、そんな降んなかったね。どう？結構降った。降った？降って、めっちゃ晴れてみたいな。で、小雨晴れながら小雨みたいな。風強かったけど、でもまあなんとか、機材は濡れてない。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。はい、結構まだ落ち着いたよ、波がモワモワしてて、セットクローズみたいな感じだったから。そうだね、すんごい沖で割れて、そう、超ジャバジャバジャバって白いのが来て、それをこう食らって、戻されて次に来たい形の乗るみたいな感じ。やっぱシーバスもね、うまかったね、うん、めっちゃ超乗りまくった。でも思ったよりも今日風強い横だったけど、できたから楽しかった、ね、最初全然人いなかったのに、ま、すごい人が増えてきた。ね、どんどん増えてきて、ね、来た時さ、いや誰もいねえ、ラッキーと思ったんだけど、やっぱ甘かったね。うん、さすが出るね。もう今キッズが半分、大人が半分みたいな感じで、うん、わちゃわちゃしてる。そうだね、もう乗れないと思う、乗りにくいと思う。なってきた。位置もちょっと多くなってきたね、人ね。うん、ちょっと晴れてきたかも。そうだね、もう降んないかな、多分大丈夫だ。まあね、こんな感じでも結構楽しくできたからよかったです。今日のご飯はカレーです。今ね、2週間ぐらい来てから経ってるから、そろそろ日本食が恋しくなってきたとこで、いいね、飴色の玉ねぎ、じゃがいもと人参とカレールー、税関に唯一取られなかったカレー、なんかこれだけ残してくれたから、ラッキー、楽しみです。お疲れ様です。お疲れ様です。どうだった、試合。試合は、2番で勝てたんだけど。おめでとうございます。ギリギリラウンド2、次ラウンド2、うん、そう、やばい、次は次はやばそうだ。相手がすごいね、レイキー・ピーターソンです。サラちゃんも同じ人だよね。あとサラと、はい、結構下手だった。なんか、一番ドセットはたまにでかいの来てたけど、うん、まあ、練習してた時よりは小さかったから、まだ頑張れた。うん、でもなんか風でボコボコしちゃってて、なんかいい波見つけるのがすごい難しかったです。なんかこけそうだよね、あのエンドセクションら辺もなんかすごいね、バーンって来てたよね。バーンってなるから、そこ耐えれるかどうか。すごい、耐えた、耐えた。なんとか耐えた。次のラウンドも頑張ってください。頑張ります。かのんちゃんご飯、本日はこれ何だと思いますか、皆さん。結構男飯ぐらいな感じ。この下にサラダとパスタと豚肉かな、うん、茹でた豚肉とリンゴ。大学生の合宿みたいな。ね、本当に量がすごい。美味しそう、美味しそう。そんだけ動いてる。うん、リンゴマドレッシングです。美味しそう。私たちはカレー作りました。カレーです。いいな。いい匂い。いただきます。いただきます。いただきます。